ブルコリニエツは、スロバキア共和国、ジリガ県ルジョムベロック郡ルジョムベロック市内の外区の一つで、テータトラ山脈の中原にある村落である。中世以来の伝統的な広報の建物群が現存していることから、1993年にユネスコの世界遺産に登録された。地元の人々が実際に暮らす村落で、世界遺産に登録された例には、その他に、 歩道系の古い村落とその周辺、白川郷、五箇山の合掌造り集落などがあるが、ブルコリニエツはそれらよりも小さな村のため、町並みなどが対象となる建造物群に分類される文化遺産の中では最小クラスの物件である。歩道系から 120km という近さのため、2つの村落はしばしば類似の景観として理解されるが、 ブルコリニエツには独自の文化的伝統に対する強い誇りが存在する。とはいえ、わずか45件の住居が並ぶ小さな村落では定住人口は減少傾向にある。都会の住民が別荘などとして住居を買い取る事例も現れているが、外観は保持することが条件となっていることから景観は守られている。しかし、ブルコリニエツで伝統的に培われてきた。 村落共同体文化の維持、継承は困難になってきている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。